曹操軍は関東で袁紹軍を破った。袁家は勢いを失い、やがて滅亡。曹操は天下に一番近い男となる。一方、後藤の孫権は兄孫策の死後、勢力を受け継ぐ。だがその戦力は曹操に及ばなかった。劉備も未だ領地を持たず、慶州の劉表を頼っていた。信也を与えられてはいたが、兵力はないに等しい。世はまさに曹操一強の時代を迎えていた。そうか、袁家が滅んだか。はっ、袁紹の一族はことごとく討たれた模様です。残された袁家の兵馬は曹操が接収したとのこと。分かった。お前たちは引き続き曹操の動向を監視してくれ。承知いたしました。中原から河北一帯の掌握、曹操はまさに憂飛したか。だがならば孫悟はどう動くべきか。このままでは曹操には勝てぬ。殿、新参の者たちの様子はどうだ。筋はいいようです。ほう、周隊が褒めるとはな。これはよほどの傑物が集まってくれたようだ。連部やめ、お前たち殿に挨拶せんか。これは気づかず失礼いたしました。自分は序文教と申します。殿が人材を求めていると聞き、ここに。それがしは天正苑、ふるさとの美しき風景を守るため参りました。私は陸白玄と申します。陸家の再興を期し、孫悟のために尽力します。そしてこの俺、守義法もいます。孫権殿の学友としていつでもお役に立ちますよ。主膳は相変わらずだな。皆、私の呼びかけに応じてくれたこと感謝する。知っての通り、今孫悟の置かれた状況は厳しい。北には曹操、南には三越雷民族。これらに対抗するための新しい力が必要だ。私は孫悟を守りたい。父と兄から受け継いだこの地と夢を守りたい。皆、力を貸してくれ。は。孫策が行ってから3年、領内の安定と人材の登用に尽力してまいりました。それらの成果も未だ十分とは言えない状況です。しかし、そろそろ動かねばなりません。曹操は北を制し、中原の覇者となりました。南進はもはや時間の問題です。これに対抗するためには河口の曹操を攻め、長江河岸を抑えねばなりません。長江を天然の堀となし、曹操の軍を防ぐのです。父上は曹操の配下、呂公に討たれた。いわば曹操は仇、
撃つことに依存はない。だがその先に待つのは曹操の大軍。本当に大丈夫なのか、周瑜。そのための策を講じるのが私の責務です。周瑜。何の、そう深刻になることはありません。たとえ勝てずとも負けねばよいのです。曹操と天下を分け合い、北と南で均衡を保つ、すなわち天下二分。そうですな、周瑜殿。露宿の言う通りです殿。当面の間、曹操とは決戦を避け、力を蓄えるのです。ふん。周瑜と露宿、二人の智者が口を揃えるか。ならば私から言うことはない。ところで露宿よ、本当に良かったのか。縁があったとはいえ、私に仕えてくれるとは。私はまだ何もなしていないのだぞ。だからこそお仕えしたいのです。孫権殿は必ずや大業をなすお方。これからの道、どうか俺の力を使ってください。それに孫家に仕えるのは亡き孫権殿との約束。あの時の言葉も思いも俺の中に生きています。そうか、ありがとう露宿。きっと父様が露宿を連れてきてくれたのね。会談中失礼いたします。姫様、お呼びと伺いましたが。ああ、レイシー、ちょうどいいところに来てくれたわ。紹介するわ兄様。私の護衛を務めてくれているレイシーよ。これから何かと一緒になると思うわ。だから一度紹介しておこうと思って。レンシと申します。どうぞお見知りおきを。あの、孫権様。あ、いや、すまない、少し考え事をしていた。レンシよ、将校のことよろしく頼む。はい、この身に変えましても。兄様そういうことね。さあ、そろそろ行きましょうか。酵素を攻めて過去を抑えるのよね。うん、皆、高等の虎は健在なること、天下に示すのだ。まずは諸将と合流しなければ。殿のもと酵素攻めの軍の指揮は私にあるのだから。孫策、君が築いた孫を私が必ず守ってみせる。
みんな集まっておるな。準備は万全。一丁派手にやりましょう、シュウ殿。ああ、これより我々は構想を打ち、加工を抑える。すでに両僧殿が加工に向けて出発した。皆には本隊を率いて先発隊と合流してほしい。承知しました。新参なれど遅れは取らぬよう尽力しましょう。しかしロシクよ、お主が来てくれるとはの。炎術の元を去った後はくすぶっておりました。こうして皆さんと靴輪を並べられるのは行幸です。俺を迎えてくれた殿には感謝の言葉もありません。お前と初めて会ったのは炎術のところを訪ねた時か。あの時の殿はおっかなかったな。孫権殿と孫作殿は残念でした。俺は二人の英雄に仕える機会を逸してしまった。だが最後の英雄に仕える気は得た。おっしゃる通りです、帝公。この俺の全てで殿をお支えしましょう。ふん、その覚悟のほど戦場で見せてもらおう。よし、ではそろそろ行くとしようかの。時をあげるぞ。大殿の頃よりこの役目は。やらいでか。いざ進まん。孫後の将兵よ。関東、なぜわしのセリを奪う。いや、たまには俺も目立ってもいいかなと。そのようなことでわしの規制をそぐでないわ。まあ良いではありませんか。時の声はいつも俺たちの胸に響いている。ふん、くだらん。行くぞ、若輩者ども。なあ。いいですな、シュウユ殿。頼もしくもあり、楽しくもある。孫後の軍、これほど居心地がいいものとは。ああ。だからこそ私は皆を失いたくないのだ。失うとお考えで。このまま曹操とぶつかれば失情。武門孫悟は他の諸侯を群雄とは違う。心を通わせ真偽を交わした者たちの集まりだ。だがそれでは曹操にはかなわない。帝を擁し道理で天下万民を従えんとする曹操には。私は孫悟を国へと作り変えねばならない。仲間や家族であることの次の段階へと。情勢は急転している。間に合うかは賭けだ。だが私はそれを果たさねばならん。孫策から託された天下への夢のために。なるほど。ならばその賭け、俺も一口乗らせてもらいましょう。皇祖様に休国。孫権の軍が我らの城を包囲した模様。何？おのれ孫権め。
いや、孫権よりも関寧だ。奴は何をしていた？あの役立たずめ。関寧に命じ、城の包囲を破らせよ。所詮は水族、いくら死のうと惜しくないからな。見ておれ孫権、父親同様島釣りにあげてくれる。兄貴、大変でさ。どうした？孫悟の連中が攻めてきやした。なんとかしろって皇祖様が。ったく、めんどくせえな。しゃあね、喧嘩の準備だ。けど兄貴、このままでいいんですかい？皇祖の野郎、俺たちを捨て駒扱いしてるんですぜ。このままあんな奴の下にいても俺たちは。余計なこと考えてんじゃねえ、死ぬぞ。すいやせん。捨て駒上等。俺たちが自分を捨てねえ限り、俺たちは俺たちだ。行くぞ野郎ども。生きるも死ぬもてめえの腕一つだ。派手に暴れてやろうぜ。龍頭じゃない、あなたも来てたのね。ええ、ま、父上のお供ってやつですよ。しかし、その両僧の姿が見えないようだが。父は先に加工場の方位に向かいました。で、俺は留守番ってわけです。殿の到着を待って護衛するよう言われました。護衛？この周囲にまだ敵がいるということか。ええ、両毛殿、どうも妙な遊撃部隊がいるらしい。合流してくるはずの皇族が全然来ないんですよ。多分そいつらにやられてるんでしょう。ここだっていつ襲われても不思議じゃ。敵襲！敵襲！ああ、これだ。まったく悪い予感なんて口にするもんじゃないね。殿、背後に敵部隊が現れました。急ぎお逃げください。うろたえるな。いたずらに逃げ惑えば損害が増すぞ。皆を私のもとに集めよ。ここで敵を迎え撃つ。はっ、直ちに。頼むぞ両党、危機に負けぬその武勇、今こそ示してくれ。ええ、分かってますって。ここが両鉱石の腕の見せ所ってね。野郎ども、狙いは大将首だ。雑魚には構わず突っ走りな。受けてみよう。俺たちの手で幼少を落とす。行くぞ、遅れずについてこい。ここだ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。さあ行きましょう。私たちで幼少を落とすわよ。ティア、ティア、ここだ。かけれ、我が心の炎よ。みんな無茶をしてはダメよ。敵が強大だろうと、我が心の炎よ。こいつ、思っていたよ。やり上がるぞ。ここらでひどくか。野郎ども、ずらかる準備だ。へえ、やるじゃねえか。ただの三下じゃねえな。おめえ何者だ。相手も知らずに突っ込んできたのか。やれやれ、皇祖の部下にはバカしかいないようで。ああ、
んだとおめえ。そこまでだ。この状況、突っ張ったところでお前に勝ち目はないぞ。酵素の少与、いい戦ぶりだ。名を聞いておこう。かんねえってんだ。覚えとくな。そう、かんねえよ。私を襲ったのは酵素の名家。ああ、知るかよ。喧嘩で敵の頭を叩くのは当然だろ。味方の援護もなく、この貨幣でか。酵素にすりゃ俺らはどうでもいいのさ。水族上がりの捨て駒ってな。なるほど、お前は自分と仲間たちのために死地をかけたのだな。カンネイ、私のもとに来る気はないか。と、殿。あ？何言ってやがる。私は仲間を求めている。夢を叶えるために、強く大きくなるために。お前のような男はぜひ仲間に迎えたい。それに仲間のためにかけるお前がどこか懐かしいのだ。私たちが失ってはならないものをお前は持っている。殿、本気ですか？ああ、本気だと思う。孫悟の明日を切り開くためにはより多くの勇士が必要なのだ。おめえ、まさか。私は孫忠坊、孫悟の主だ。おめえ、いや、あんたな。今日が冷めちまったぜ。野郎ども、引き上げるぞ。カンネイ、まだ返事を聞いていないぞ。まだ喧嘩の途中だ。俺を倒せと考えてやってもいいぜ。殿、お怪我はありませんか？大丈夫だ、リョモ。この程度の戦い、どうということもない。よもや敵将を誘うとは、驚きました。お前の目にも無謀に映ったか。明暗だと思ったのだがな。まあ、確かにそこそこ腕は立ちましたけどね。なんだ、リョウト。奴を認めているのか。腕が立つことに、敵も味方もないでしょう。まあ話してて腹も立ちましたけどね。しかし過去を制圧、侮れない戦いとなったな。先行した両村が気がかりだ。急ぎ合流しよう。両党も一緒に来てくれ。改めて私の護衛を頼む。了解、任せてください、殿。大変です、両僧様が。どうした、父上に何かあったのか？両僧様、戦士撃ったのは敵将カンネイとのこと。何だと？バカな、カンネイは今さっきまでここにいたのだぞ。おそらくはその前に両僧様を。おい、よしてくれよ。冗談きついってんの。カンネ、ヤツが父上を。待つのだ、リョート。一人で流行ってはならん。抑えよというのが無理か。皆私に続け。これより酵素を打ち、戦を終わらせるのだ。旧敵酵素を打ち。孫悟の明日を切り開く。
みんな力を貸してくれ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。受けてみろ。この地の攻防は戦局を左右しうる、私たちで守るぞ。定まった。敵の足場を崩し戦意を損。燃え上がれ。本陣を攻めるなら今だ。力の見せ所だぞ。勢いに任せるだけの攻めか。弱敗の青臭い策など通用せぬぞ。底力というやつか。これで本陣が脅かされることはあるまい。今より反撃に出る。兵たちよ、我が輩に続け。終後金、常に勝ち続けるのみ。この村、私たちに味方してくれるんだって。でもそのせいで酵素に狙われてるみたい。私が絶対にこの村とみんなを守ってみせるわ。
制したぞ。あなたこそ文武両道の手本でしょうな。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。ここだ。よし、この地は我らが制したぞ。
つの観念の喧嘩、今日こそ見せてやるぜ。よし、進撃だ。俺たちの前進が勝利につながると心得よ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。かかれ、我が心の炎よ。やるじゃねえか。たぎってきたぜ。よっち。やってくれるじゃねえか。いい喧嘩だったぞ。喧嘩すると相手のことがよくわかる。おめえらはすげえ熱い。俺が震えるくらいによ。酵素の下じゃこんな感じは味わえねえ。俺はおめえらと一緒に暴れるぜ。いい喧嘩させてもらった例に教えてやる。西の参道に行きな。すぐに城の裏を取れるぜ。常に勝ち続けるのみ。さすがは周瑜殿、あなたこそ文武両道の手本でしょうな。でねえ、観寧殿が敗走し消息不明です。敵に囚われたやもしれません。役立たずめ、南が手薄になるではないか。直ちに兵を送り参道の守備を固めよう。ここだ。
りですね。お見事です。よし、この地は我らが制したぞ。ついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。サブリです。来やがったな。これも行くぜ。おめえらと一緒に酵素を倒す方が面白そうだ。いや、なんと。ここまで来りゃ加工場まで一直線だ。さーて、派手に暴れるぜ。
衆高金、常に勝ち続けるのみ。素晴らしい戦ぶりです。我らが制したぞ。私は我らが制したぞ。そろそろ行かなきゃ。
ましょうか。敵襲だ。皆船を守れ。死にいる孫権軍に言いかけろ。奴らを船に近づけるな。これで敵艦は船が使えなくなった。さて、言語をなくした酵素はどう出る。周黄金、常に勝ち続けるのみ。鮮やかなお手並みですね。お見事です。戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。孫権のせがれめ、あくまでわしを討つ気か。者ども、油断するな。天使、船が襲撃を受けました。被害は甚大、統制を失っているとのこと。何、船が。これでは城への援護がならんです。兵器を稼働させよう。あれだけ数があれば奴らも手に負えまい。父の仇は討った。だがまだ終わりではない。我らの戦いはここから始まるのだ。父、孫文代の仇、酵素は討ち果たした。皆、勝ちどきをあげよう。これで早々の南進に備えることができる。みな、本当によくやってくれた。我ら新参も宿将の皆様と共に戦うことができた。この勝利、喜びもひとしおというところか。ああ、俺たちも活躍できたしな。やれやれ、また調子に乗りよって。いいじゃない、本当にみんなで頑張ったんだもの。全くです。少子一丸となって孫悟の未来を開けたのですから。周瑜様嬉しそう。なんだか私まで嬉しくなっちゃう。しかして孫権殿、この者の初段いかがなさるおつもりか。殿、俺に任せてくれませんか。こいつは父上の仇だったら、俺が決着をつけるのは道理でしょう。
俺が倒したやつの中におめえの親父がいたってのか。どうでもいいぜ。よくある話だろ、そんなもんはよ。松野田亮斗、観念よ。私との約束を覚えているか。お前を倒せたら私の仲間になることを考え。そうだったな、殿。本気で言ってんのか。俺はあんたの仲間を散々切ったんだぞ。言ったはずだ。私には一人でも多くの仲間が必要だと。カンネ、お前は何を望む？何を求めて酵素に仕えていた？さあ、んなこといちいち考えちゃいねえよ。ただ走ってなきゃ収まらねえんだ。水族をやってようが酵素に仕えてようがよ、俺の中の何かがずっと渦巻いてやがる。逆に聞くぜ、あんたと行けばこの気持ちが収まんのかよ。ああ、そうだカンネ、この孫中坊と共に来い。お前の熱きたぎりで孫悟の明日を切り開いてくれ。殿。面白い。んじゃ世話になるとすっか。殿って呼びゃいいんだよな。認められるかっつーの。殿、俺は認めませんよ。亮斗、お前は父の後を継ぐのだ。両曹騎下の兵らを今より全てお前に預ける。そんな、ちょっと待ってくださいよ。俺はまだそんな。誰もがそうなんだ。自分にはまだと思いつつ自分の時が巡ってくる。私とてそうだった。だが時が来たならば立たねばならん。私もお前もだ。亮斗、私に力を貸してくれ。殿、ちょっと詰め込みすぎですって。俺は今何から考えればいいのかも分かりませんよ。すまない。だがお前ならば全てを返し前へ進めるはずだ。殿。やはり虎であったな、周囲よ。孫権殿とも孫策殿とも違う。しかし孫うことなき猛虎よ。はい、殿は必ずや真の王者となりましょう。伝令殿、急報にございます。どうした、何があった？曹操が大軍を率いて南進を開始しました。慶州牧の劉曹は戦わずして降伏を決意しました。曹操軍はその勢いを保ちつつさらに南下を継続。このまま長江まで達する見込みです。なんだと。曹操、もはやそこまで手を打ってきたか。